えー、皆さんおはようございます、えー、私からは3項目ございます。えー、まず、新年度にあたり、この1年にかける私の思いについてお話しさせていただきます。えー、晴れの国岡山生き行きプランの中間年である今年度は、えー、本県の未来に好循環をもたらす歯車をしっかり回していくためにも、県民の皆様に目に見える形で成果をお示し変化を実感していた,だくいただくことが重要であると考えております。このののため将来の岡山県の発展に向け 好循環のエンジンである教育の再生や産業の振興はもとより、人口減少対策や地方創生などの喫緊の課題にもしっかりと取り組んでまいります。これまでにまいてきた新たな種もさまざまな形で芽吹き始めており、これらをしっかりと育み、すべての県民が明るい笑顔で暮らす生き生き岡山を実現させるため、一層のスピード感を持ち、普段の改善に努めながら、 プランにに掲げて施策を着実に推進しままいります県民の皆様におかれましても、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。次に、4月から充実する子育て支援サービスについてでございます。4月から子ども・子育て支援新制度が始まり、本県では岡山いきいき子どもプラン2015がスタートいたしました。本プランに基づき、企業、学校、NPO など、 地域の様々な担い手が主役となり、密接に共同しながら、県民誰もが子どもたちの成長を喜び合える社会環境づくりを目指してまいります。中でもこの4月からスタートした事業として、新たにポータルサイト、岡山育くまわれを開設し、岡山で安心して結婚・子育てをしていただくため、結婚、妊娠、出産、子育てに関する情報を切れ目なく発信してまいります。 また、子育て世帯が共産店で得点で特典を受けられる、ももっこカードが中国語圏で共通利用できるようになるとともに、特典についても充実をいたしました。さらに、お父さんの育児休業取得や、おじいちゃん、おばあちゃんの育児参加を進める、働くパパたちの育児参画支援事業をスタートさせ、子育て応援宣言企業の充実強化を図ってまいります。 今後、これらの事業を展開しながら、いきいき子どもプランを着実に推進し、すべての子どもたちが晴れやかな笑顔で暮らすいきいき岡山を目指して、オール県庁で少子化対策、子育て支援に積極的に取り組んでまいりたいと存じます。最後に、統一地方選挙への投票の呼びかけについてでございます。近年、若い方々を中心として、投票率が低下しており、大変憂慮しております。 あさって4月12日は、岡山県議会議員選挙および岡山市議会議員選挙の投票日であります。また、4月26日には、県内の5市町村で議会議員選挙が行われます。統一地方選挙は、地域の将来を託す代表者を選ぶ極めて重要な機会であります。投票日には、1人でも多くの方に足を運んで投票を行っていただきますよう。 私からも強くお願いを申し上げます。私からは以上でございます。